旧登米県庁舎登米県は、明治2年8月に、明治政府によって、陸前国北東部に設置された県。管轄区域は、現在の宮城県北東部に相当する。本項では、前身の涌谷県についても併記する。明治元年12月24日、戊辰戦争に敗れた仙台藩は62万石から28万石に減俸された。その際に、仙台藩から没収された所領のうち、登米郡、東田郡及び、志田郡のうち43家村が、日立土浦藩取締地となり、涌谷県と称した。そのわずか4ヶ月後、正式に登米県が設置され、県庁を登米郡寺池村に置いた。寺池では新庁舎の建設が開始されたが、この新庁舎が登米県庁として使用されることはなく、後に水沢県庁として使用された。その後、明治4年11月2日の第一次府県統合により、仙台藩の後ろ身である仙台県に編入されて廃止され、一部の地域は一関県に移管された。なお、仙台県は翌明治5年に宮城県と改称され現在に至る。また、登米県第3次の塩谷良寛は、仙台県3次、宮城県3次を引き続き務めている。ありがとうございます。